次が次で難しいんだよな。スイーピーの森 94% か。いやどうなんだろうな。今ポンコツロケットの方が簡単なのかな、暴走エリーよりも。昔はポンコツロケットすごい難しくて暴走エリーそんなに苦労した記憶なかったんだけど、どうだろうな。まあスイーピーの森もスイーピーの森で残機15ぐらい失いそう。でこのキツツキ野郎、あ、そうか、スコークスになるのか。スコークスでうまいことスイーピー地帯を回避しながらボーナスを回収しなきゃいけないみたいなところがあったような記憶があるね。デブドリ、バウンティーバードだっけ。バウンティーバードってあれか、カービィにいるやつか。こいつら倒せないからな。あ、倒せんのか。錬金の空飛ぶ版みたいな感じだよね、完全に。うまく巻いてスルー。繁殖力半端ないよな、こんな無限に。どっかにジェネレーターがあるんだろう思うけど。Kパネル、まだ Kパネルか。先が思いやられる、そんなエリア。ここなんかボーナス、あー、あるよね。ビンゴ。スイーピーまみれの中コインを探すみたいな感じかなと思ったら、あった、これあれか。時間がない。これダメージ食らわんのか。うえ、結構ギリギリ。この串に、串じゃねえや木に刺さるタイプのスイーピーはダメージ判定情けか。ここあれだよね、下にボーナスあるもんな、今のとこだもんね。で上ジンガーに挟まれつついく、あんまり好ましくないエリア。うわー、あそこなんかあるんだろうな。いや、わかんないわかんない今。いやいや、ボーナスとかあるわけじゃねえのかよ。やんなきゃよかった。ボーナスあると思って思いっきり滑空したらまさかのダメージ。うえ、ここなんかドンキーコング系の動画出してる人でさ、このスイーピーの森結構難しい、まあ、ドンキーコング3難関ステージランキングみたいな、そういう動画出してる人がさ、このスイーピーの森ドミネート相当させた記憶があるわ。ここかな難しいの。いや、わかんねえ、これ右とどっち正規だ。これあれかな、多分こっち右が正規で、あ、多分こっちのあれだな。いや無理か。いや木の実攻撃してたらどうにかなったかな。どっちか今のような感じでボーナスある感じだったような気もするんだけど、当たり判定ねえなやっぱり。でコークス、とりあえずさっきのところまではなるべく地帯なく進みたいところではあるんだが、こいつなんだっけ、バナナか。残機とかもでも別にね、ゲームオーバーなってもすぐリンクリーのところから やり直せばいいだけだから、あんまり神経質にバナナとかも回収する必要ねえよな、もはや。ゲームオーバーにも何回かなっちゃってるし、すでに。でバズ地帯を通り抜けて、あのバナナはフェイクだ、取んない。でここよ、ここだよ、ここじゃねえよ、ここじゃねえな、もう一個上か。でこっち通って、ここだってもうちょっと早い動きでスイーピー飛んでくるとこあったよね。いやでもこっち行くべきじゃないと思うんだよな。いやどっちから行くべきなんだ。ここだってここでコークス失うことになるでしょ、右側から来てたら。
だから絶対コークスなくさずに行かなきゃいけないと思うんだよね。いや今の当たってただろ。いやまたなんかわかんねえのあれ。え、これボーナス？ボーナスだ。これはボーナスだった。やって正解だった。危ねえ。で、スイーピー時刻だろ。あーほらね、なんとなくこれは予想できてたけど、やり直しとっから。どこだここ。多分今のところ下に降りないとボーナスにたどり着けないよみたいなやつだと思うんだよな。めちゃくちゃやりにくいよなここ。OK、 どっちか分かんなくなっちゃった。こっち来るよね。 OKOKOK。 上下あぶね。下もう どこだか分かんないよね。あと2本。 OKOK。 よしよしよし、もうこのボーナス入りたくない。たまひゅんだった。今下の通路のところまでは普通に行けたんだけどさ、あのバズ2匹囲んでたじゃん、バナナを。あそこの部分でダメージ食らって今1体しかいない状態。待て待て待て、ほいで左向いて、この今の鋼鉄樽も1個しかなかっただろうから、これ失敗してたら結構な痛手だったと思う。これ普通に降りて大丈夫か。はい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 。別のルートだったらここでコークス失って中間強制的に取るみたいな感じだったんだろうな。まあでも難関ボーナスは今の、いや待って、もう一個なんかすっげえ難しいなってような記憶あるな。そこのところにあるんじゃないか、もう一個のクソ難しいボーナス。おお、ちょっと、え、どこ？上？いや、わかんないわかんない。いや、もう一個あるはずなんだ。もう一個あるはずだけど思い出せんな。ここかな。ここをなんか思いっきり上に。オッケーオッケー、これか。まあ、珍しくダメージ食らうことなく来れたからオッケーなんだけど、できれば一発で、一発で確実に取りたい。これはもう珍しく楽な、このステージにおいてまさかのこんな楽なボーナスあっていいのかっていうくらい楽なボーナスだから、確実に一発で成功させて、これもうボーナス3つ取ったからさ、あと普通にクリアするだけでいいんじゃないか。どこだここ。あーここか。いやいい、もし今のボーナス失敗したら左側に戻って上に連続で飛んでいけみたいな感じだったんだろうな。今2匹飛んでなかったか。2匹飛ぶときもあんのか。いや、たまたまだか。たまたま2匹飛んだのかな。うい。うい。あー、一気に行かなきゃ。一気に行かなきゃ。で、おい。うい。うい。うい。なかなか気持ちいいな。五右衛門とかにありそうなギミック。あっぶね。まあ、目の前に DK だらってからまだいいんだけどさ、失敗しても。これもう普通にディクシーで一足飛びで行った方が楽だよね。下もうボーナスとかないはずだけど、一応降りる、降りなきゃよかった。上登れるかな。あ、オッケーオッケー、登れる。うい、あとは冷静にクリアするだけ。危なっ。上登るのがしんどそうな。あ、届かんか。いやいやいや、タイミングむじいって、タイミングむじいって。いや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 、え、どのタイミングだ。あいつ踏んだら多分ダメだろうな。今、あ、オッケー、ギリギリ、マジギリギリで、コングパネルも一応回収して、もうゴールド目の前だろ。オッケー、ちょっと電気使うか。
このロストワールド初ディンキークリアで、スイーピーの森もびっくりマークついて、いいね、サクサクだ。暴走エリーのあの難易度何だったんだっていうぐらいサクサク進めてるね。で、セービングして 96% だ。お別れのキスうんぬん言ってるけど、もうどうでもいいわ。で、ちょっと爆弾作ってくれ。イケボだよね、ブームあってね、声。なんだって、ギア持ってきたって。ちょっと待ちな、きっと壁際のマシンにはまるはずだぜ。そいつは俺がここに来た時からずっとあるんだぜ、間違いねえよ。一体何が起こるのか始めてみようじゃねえか。でもギア1個足りねえよ。残りを探し出して全部うまくはまるようにしなくちゃいけねえみたいだぜ。爆弾作ってほしい。ところで最後の砦について話したっけ。うん、もっともボーナスコインも25枚もらわなきゃ割に合わないけどな。ガハハ、要はボーナスコイン払ってくれるんだろう。先に行きたかねえのかよ。うん、ドカーンとやって。ナイス調査だぜ、カウンたち。これでブーマースペシャルボーンが1個手に入れられたじゃねえか。これであれか、最後のボム、右上のボムがぶっ壊してギア1個、ラストのギアを手に入れたら目の前の岩が崩れるみたいな、そんな感じか。とりあえず道開通したけどよ、なんか今のなんか無駄に長い描写だなと思いながら見てたんだけど、ここはもうなんかビックリマークすでについてるんだよな。 DK コインしかないステージだったかな。うわー、ポンコツロケット、この音楽だよな。さあ行こう、ポンコツロケットで行こう。基本的に左右キーと、ああそうだ、左右キー、あ倒せるんだ敵。左右キーが逆になんだよなこれ。あ最悪、フエル取れなかった。いや1個でももうあのガソリン取り逃したらほぼもう C 確定みたいな感じだからきついんだよね。なんかもう操作が久しぶりだから、もうここも多分相当な死にゲーになるんだろうな。何ボタンだっけな、なんかゆっくり動くみたいなボタンなかったっけ。何ボタンでゆっくり動くのかわかんねえや。で、そのバズを倒せる角度と倒せない角度があるっぽいな。この操作性の難しさからポンコツロケットで GO はかなり難しいエリアって、まあ、言われてるよね。とりあえず燃料取ったけど、なんかたまにそのほらほらケツからなんか右キー押した時になんかケツからすげえ引いてるんだよな。フエル取れなかったな。いや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 、もうちょっとよ、この上下移動とかをスムーズにできるようにしてほしいんだけど、めちゃくちゃ操作難しいからな、これ。視聴者とかには伝わらんだろうけど、やったことある人にはこのステージ鬼ムズだよねっていうの分かると思うんだけどさ。で、フエル取って、で、左側になんかあるよね。ふい、取って、で、左キー押しっぱ。で、なんとなく下に降りてくる。いや、なんで上に登ってんだ。なんか俺の予想とは裏腹な動きをだいぶしてるんだけど、あー、オッケーオッケーオッケー、中間で、増える取って、これで今度上に登ってくみたいな感じなんだけど、こっからは覚え系だからな。基本左右に揺れながら上に登っていくみたいな。もう道を全然覚えていない。ああ、これ突っ張ったらダメだ。こういうところでロスしちゃうと普通に死ぬ。やっちまった。多分燃料足りなくて普通にそのこの辺でなるわな。あ、でも思いのほかスムーズに進めてる気がするわ。もう G パレルぐらいまで来れてるから、
なんだっけ、暴走エリーのステージと比べればまだ楽な気もする。はい、上に行ってくれ。最初は左右移動、最初は緩やかな左右移動で、 N パネル取った後なんか分岐みたいになったよな途中で。この辺かな、この辺から分岐かな。早かった。バナナ取ってこっち側で分岐か、ここで分岐来て、まあ、基本的なこの左右移動をうまく感じながらやっていかなきゃいけない。ダメか、 G パネルぐらい、やっぱ G パネルぐらいで死ぬな。まずは右で次左。うわー、遅かった。タイミングクソ悪かったな、これもう無理だろう。でここで分岐、分岐じゃない、まだあった。ここで分岐して上行って左、左じゃない右だった。で全力で左行って今度で次また右行って G パネルあるんだけどー、なんか BGM 変わったか。今のなんか BGM の感じ違った気がしたんだけど、あーちょっと出遅れた。 N パネルはいらない。で左行って、いや行き過ぎ行き過ぎ、くっそ、うわー、これもうダメなやつだ。ちょっと左ずれて右ずれて左で右で左あ、G パネル、初めて、今までで一番いいところまで来れたんだけど、ちょっと滑落してないで終わらせてくんねえかな。ちょっと長いんだけど。はよ爆発してくれ。クリアとかもしてねえから、これそのまま下まで落ちるのを見守ってなきゃいけねえじゃん。クソが。これなんか始めるタイミングによってさ、ステージのここの BGM が微妙に違ってる気がするんだよな。で、うまく壁をすり抜けて、壁の狭間をすり抜けて、危な。これもう一回でもダメージっていうか接触した時点で、クリアが絶望になるから、右回って、OKOKOK。で、全力右行き、くっそぶつかった。間に合うかな、上まで行けるかな、オッケー、これだ。うえ、で鉄パネルあるからこれで、うえ、でラスト DK コイン完璧だ。これで全部の DK コインを手に入れたぜ。で最後のギア、で下に降りて、でこの湖がもう今から血みどろの湖になるから閲覧注意な。よう、もう一つギアを手に入れたみたいだな。マシンにはめてみて何が起こるか見てみようじゃねえか。全部のギアははめたんだけどな、何も起こらないみたいだな。よう、どうだい、このゴーンは一体何なんだ。外を見てみなよ、子供たち、信じられねえぜ。待ってく、まあ、怒りの科学者バロン・クルールの船が浮かび上がってきてるはず。アモールだよねこれ、完全にドラクエ6の。まがまがしい。一応橋みたいのも出てるけどよ。で怒りの科学者ボスバロン・クルールがラスボスなんだけど、ラスボス倒す前にちょっと未回収的なやつでバナナバードとかの回収もしておくか。 DK コインこれで全部かな。 DK コインコンプした状態でファンキーコングに話しかけるとファンキーコプターっていう乗り物をもらえるんだけど、それ使うことでバナナバードの回収とかも
できるから。さあファンキーコプター手に入るか。はい、最近ビジット来ました。何かスペシャルな用事ですか。デュケコイ集めてください。全部揃えてください。メイが入場して用意するね。まだ足りない。DK コインが足りません。コングたち、次からはハーブランで足りないか教えてあげます。いや、多分1枚じゃないの、足りないの。あれか、ラスボス倒した後に、一回エンディング見るじゃん。まあ、エンディング強制的に見なきゃいけないんだけど、その時に、ラスボス倒した時に DK コインを最後の1枚もらえるんだけど、それもらってエンディング見た後に、またこのファンキーのここに来たら、ファンキーコプター手に入れて、そのファンキーコプターで未回収分のあそこ行くと、まだ DK コイン1枚足りません。まあそういうことだよね。そのラスボス倒して DK コインが足りないから、でそのオーバークラフトにしちゃったけど、まあいいや。でその DK コインを全部手に入れて、ファンキーコプター手に入れて、こういうところ、ファンキーコプター使えばこことか行けるんだけど、ここと、あと画面の右上とか左上の方に雲あるんだけど、その雲の中に、なんだっけな、洞窟みたいのあんだよな。と、あと画面の右上の方にも、いや、雲の方は洞窟じゃないか、バナナバードの巣みたいなのがあって、で、バナナバードを全回収して、その、バナナバードに話しかけると、あれだっけな、別の、バナナバードがクルールやっつけるエンディング見れるみたいな、そんな感じだったかな。だからボス自体は別に一回倒しちまえばいいんだっけ。別にバナナバードに、バナナバード全員集めてバナナバードの親玉に話しかけた後って別にボス戦始まらなかったと思うから、多分本当のエンディングみたいなものを見たい人はファンキーコプター手に入れてバナナバードも全部集めて見ろみたいな感じなのかな。そういうことで、もう一回クレマトワ島、ロストワールドじゃなくてクレマトワ島っていう名前なんだ。まあロストワールドみたいなもんだからロストワールドって言ってるけど、で今回もう録画時間が結構長いことやって俺も疲れてるから、一旦この辺で中断して、次最終回ラスボス倒すパートにしようかな。ラスボス倒してエンディング見て、その後にバナナバード回収して真のエンディング見るみたいな、そんな感じにするかな。つうことで終えるか。やり尽くしたな。やることといえばパンチとジャンプがほとんどですよね。言うてそんなにパンチはしなくねえか、ジャンプはしてるイメージあるけど。でセーブして終えるか。ギアがいいね、回ってる。次回に